本日の第一試合緑球3分スタートでさあ今日の第一試合です。この放送の解説、先ほどオープニングファイトに引き続きましてラジオダムナンスタジアム元王者石井博樹さん、そして今日まさに引退セレモニーが行われます野良犬2世と言われました森井陽介さんです。どうぞお二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森井さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどはねトークショーでね盛り上げていただきましたけど、はい、はい、大丈夫でしたかね。いやもちろんですよ。ね、あの森井さんの現役時代のグローブ持ってる方もいらっしゃいましたね。あ、そうですね、嬉しいですね本当。はい、森井さんは初の解説ということで、石井さんからもいろいろねアドバイスなんか送っていただきたいと思いますけど、はい、もういつも通りの森井くんで、はい、大丈夫です。よろしくお願いします。細かいところまで伺っていきましょう。さあこれが本戦第一試合、ラウンド1が始まりました。今日は私小出明でお送りします。まずは画面手前側、白のトランクスが高木克司、そしてサウスポースタイル、こちらが小原俊之です。身長が小原が183センチ、高木が178センチです。ミドル級の戦い、石井さんどんなところがポイントになってきますか。はい、まあ、そうですね、小原選手はもう本当に、緑川に肘で切って勝つぐらいですから、はい、本当に、肘には絶対の自信を持ってますよね。で、まあ、高木はその肘は、まあ、警戒はしてますけども、はい、やっぱその、ね、警戒しすぎてもなかなか前に行けませんので、なるほど、その辺の駆け引きだったりっていうのがちょっと注目してもらいたいなと思いますね。小原は去年の4月緑川作ると対戦しまして2ラウンド TKO 勝ち、その時は左の縦肘でした。はい、まさに格闘技界、キックボクシング界の切り裂きジャックと言っていいかもしれません。小原選手はもう非常に自分が勝てないと思える選手がいないと豪語しているぐらいですから。なるほど、はい、ちょっと楽しみですね。はい、さあ森井さんはどんなところを注目していきますか。やっぱり小原選手の肘どうやって入れるのかなっていうのと、はい、高木選手やっぱり蹴りがめちゃめちゃうまいんですよ。あ、そうですか。はい、階級で、ありえないなって、速いんですよ動きが、うん、そこでどう戦うのかなっていうところですね。距離感ミドル級 72.57kg、 70kg を超えて相当なスピードがあります高木。森君が言うに高木は結構まああやって大きいんですけども、はい、細かいテクニックが上手なんですよね。で練習の時には結構テクニック出せるんですけど、まあ、試合になるとなかなかその、ね、テクニックが出せないところもあるんですけど、なるほど、まあ、だったら今見ていると結構冷静に戦っている印象があるので、はいはい、そのあたりは高木まだ21歳、うん、これから伸び盛りという選手、はい、対する37歳の小原は年を重ねるごとにまた技術が向上してきているという、はい、円熟味を増してきているファイターです。距離感的には今高木がやりやすいような距離で戦えてますね。はい、距離ですと肘はなかなか難しそうですね。まあ、高木は蹴りの距離で今戦えてるんで、はいはい、そうですね、ああいう前蹴りだったり、うん、ただここスーッと今森さん入ってきましたね。そうですね、はい、うん、やっぱり肘が当たる距離なんで、そうですね、はい、無理に左フックを合わせようとするとやっぱり小原選手の得意の左の縦肘ですね、はい、それがぐんと飛んできますので、あんまりこう無理に狙っていかない方が高木はいいと思います。パンツ狙ってるんで、うん、ちょっともうちょい蹴りを打ってた方が高木選手は多分リズムを取りやすいのかなと、うんうん、なるほど。オーソドックスタイルの高木、そしてサウスポースタイルの小原、いわゆる喧嘩四つになりますので、うん、普段の戦いとは少し違うところがあるかもしれません。うんうん、さあこの第1ラウンドをご覧になって、まずは森井さんから伺いましょう。はい、やっぱり肘ありっていうルールの醍醐味である、うん、やっぱ切られたら終わりっていうなんか緊張感ある、距離の取り合いだったなっていう、なんかすごいヒリヒリ緊張感がある戦いでしたね。うん、この2人しかわからないこの間なんでしょうね。うん、そうですね。石井さんはいかがでしょうか。はい、まあ、本当に高木はすごく距離を大事に、はい、してたラウンドかなと。はい、でまあ、小原選手も、まあ、まだちょっとこう様子を見てたような雰囲気はあるんですけども、うん、まあ、ちょっとこう肘もよしよしで出してたので、まあ、ちょっと2ラウンド以降肘の回数が増えてくるんじゃないかなと思いますね。まずは相手の出方を伺うような、うんうん、まあ、森井さんからもありましたが何か空気感がヒリヒリっとするような、はい、そんなまずは第1ラウンドになりました。
3分3ラウンドの試合です。森君はサウスポー相手になんか、注意してたことってありますか？やっぱりストレートとか、もらいやすいんで、そういう立ち位置を考えてましたね。立ち位置ですか？はい、やっぱオーソドックスとオーソドックスで戦うと、逆になるんで、相手がサウスポーだと、すごいそこの癖を抜くのは結構難しいんで、ちょっと意識しないと狙っちゃうんですよね。ノー出していきます小原、返していく、ハイキック、パンチの後に蹴りがつなげるってことは、まあ、いい距離で戦えてる証拠でもありますね。よく見ています。いいですね。肘を出していきました高木、肘には肘で返ったというところ、この首相撲、そして肘ありのルールになります。ちょっと高木は今までの試合見てると向きになってしまうことが多かったんですけど、はい、まあ、今のところ高木は冷静に戦えてますね。お腹ボディ狙ってみたり、ローを蹴ってみたり、パンチいろいろ使い分けて蹴れてるんで、ここでしっかり最後の首相撲のところ、膝を右を出していきました高木。まあ、この首相撲無制限というルールで今回やってるんですけども、はい、今のようにですね、相手にダメージを与えるような膝ではないという、レフェリーの判断であればもうすぐストップされますね。はいはい、なかなか自分のその間合いに詰め切れていないというのは小原、今もよくガードしました。ただこの距離になると、ね、はい、森さんぐっと左側の肘怖いですね。だんだんちょっと首相撲に入れる距離に小原選手になってきたんで、はい、あそこちょっと高木選手は注意しないと、ちょっと捕まっちゃいますね。いつもらってもおかしくないという、その切り裂きジャック、肘があります。小原選手のこの膝の後ですね、膝の後で膝を打ってお腹に注意させている間にこの肘が飛んできますので、なるほど、はい、それを高木は注意したいですね。ちょっと右ストレートと肘を狙って高木選手ちょっと狙ってるんで、そうですね、ちょっと蹴り散らしたいなっていうのはありますよね。右の縦肘は結構練習してましたね。今も出していきましたね、高木隠し。危ない、スッと入ってくる、ここで来るぞ小原の肘が、縦肘が来た。小原選手の肘に対して肘の打ち合いは高木からしたらやらたくはないですね。そうですか、ここは冷静にという感じですかね。そうですね、肘が背になってしまうと小原選手の一枚上手ですので、はい、ミドルを出していく。ただ高木もよくジャブで距離を取ります。非常に冷静に戦えているという21歳高木、ここまではだいぶその肘を使わせないようにという展開にはなっています。石井さん、この第2ラウンドまでの展開はいかがですか？小原選手が2ラウンド入ってきてちょっともう至近距離になってきたので、はい、組に来てますので、その組の展開からやっぱり肘を狙ってるんだと思います。まあ高木からしたらですね、まあ、ちょっと組ませたくはないですね。はい、ちょっと動いて組ませないように1ラウンド目のような距離感で戦えると高木もやりやすいかなと思いますね。ここまでは非常に冷静に来ているという分析ですが、うん、森さん、はい、小原陣営としてはどういったことを考えながら第3ラウンドに臨んでいくんでしょうか？やっぱ2ラウンドの途中からちょっと小原選手のペース取りやすくなってきたかなという感じなんで、多分このまま距離を潰して首相撲肘で来ると思うんですけど、はい、なるほど、はい、小原としてはその得意な肘でこの3ラウンド高木を切り裂くかどうか、高木は1ラウンド目に出してた前蹴りとかをね、はい、ここで出せるといいですよね。やっぱり前に入ろうとしてる人にこう前蹴りを食らうとやっぱりこうなかなか入りづらいので、なるほど、はい、距離の部分が大事ということにはなりそうですが、今もアッパー、そして小原は左肘をこのように出していく、高木も狙ってますね、入ってくるのに肘を狙ってますね。合わせるカウンター、右、そしてミドル、まあ、今日の高木のいいところは右のパンチから右の蹴りが出るところが、はい、とてもいいと思いますね。先ほどもハイキックで相手のガードを潰していこうという高木でした、
さあ前に出ていくのは小原、うん、小原選手としては今のようにあのプレスかけて、はい、あのぐいぐい前に出た方が高木はやりにくいと思います。膝をしっかり出してきます、うん、小原。残りは2分です。3分3ラウンドの試合、延長はありません。片木地、ただ森さん、はい、高木もよくこうガードできてますよね。いや、そうですよ、よく見えてますね、はい、しっかりガードしてますね。ここから左のストレートに変えてきたか小原。高木あの右の腕の位置がいいんですよね、はい、肘がもらわないような右の手 の, あの位置が注意してますので。なるほど。なかなか小原選手も得意の右の縦肘に入りづらいかなっていう、はい、印象じゃないですかね。しっかりとブロックできているという、まあこの時間帯になってくるんで、うん、だいぶ息も上がってくるかなとは思うんですが、うん、今の前蹴り良かったですね。だからああいうところで前蹴り出せるといいんですよ。左のミドル、さあなんとか小原肘で最後切っていこうかというところ。さあ残り1分切ります。小原が出る。本戦のこの第1試合ミドル級の対決です。大木選手はやっぱ首相撲じゃない距離でちょっと戦いたいですね、うん、いやーこれだ。小原はこっから肘が出せるぞ。30秒切る。まあ、ここは竹谷パンチの距離の方がいいかなと思いますね。肘合わせるよりも、うん、切らないようにしたいところではありますが、はい、小原がこのように首相撲近い距離になってどうしても肘だと新距離になってしまう可能性が高いので、はい、そこからやっぱり小原選手の組の展開に持っていかれてしまうので、これは危なかった、うんうん、肘で返す高木。さあ距離が近くなっている。時間もないぞ、うん、ここで試合終了です。丁寧に丁寧に攻め続けたという高木隠し、対する小原敏行は得意の肘最後まで出し切れなかったでしょうか、うん、さあここで判定に入ります。マスト判定ではありません。ドローの可能性もあるという3分3ラウンド、ノーキックノーライフ。第1試合小原敏行対高木隠しの一戦。一度小原は緑川つくるに勝っていますので、そのリベンジを果たしたいと高木も話していました。審査結果をお知らせいたします。ジャッジアキア30対29、赤小原。まずは小原です。ジャッジ北尻29対29、ドロー。ジャッジノップ30対29、割れた。赤小原、以上判定2対0をもちまして勝者赤コーナー小原敏行。小原が2対0の判定勝ち。この辺りはベテラン、やはり技術を見せつけました。はい、石井さん、はい、まあはい、うまさを出したっていう印象ですかね。まあ、組んだ時もやっぱり膝も出しながら、そこからね、膝だけじゃなく肘を出して、まあ、ちょっと、まあ、うまく印象をよく持ってったなっていうところですかね。なるほど、うん、僅差にはなりましたが、はい、森井さん、はい、やはりベテランの味が出たということなんですか。そうですね、2ラウンドの途中からちょっと首相撲で突破口を見たかなっていう、うん、という印象が見えましたね。あの辺りの首相撲のうまさですか、うん、その辺りでしっかりとポイントを取りまして、1人は引き分けになりましたが、ジャッジ2人が小原につけました。2対0で小原が判定勝ちを収めています。